リチャード・スプルース1864リチャード・スプルースはイギリスの植物学者であるビクトリア朝を代表する植物採集家の一人で15年間に渡ってアマゾン川流域をアンデス山脈からその河口までを探検しヨーロッパ人の入ったことのなかった多く場所を訪れたスプルースが1849年から1864年の間に集めた植物や 歴史的内物や民族学的な資料は王立植物園やダブリンのトリニティカレッジやマンチェスター大学で研究された。ヨークシャーのハワードキャッスル近くの元ープで教師の息子として生まれた。子供時代から自然科学が好きで植物の一覧を作るのが楽しみであり、天文学にも興味を持った。16歳の1834年に、 元奏プ周辺で集めた植物の一覧を作った。数年かけて集め、名前を調べ、アルファベット順に配置し、403の種が含まれていた。3年後に485種の喧嘩植物を含む、モルトン地区の植物一覧をまとめ、貴重な植物については、1840年に出版された植物学者のヘンリー・ベインズのヨークシャーの植物に参考にされた。 1845年にロンドン植物雑誌に23のイギリスの戦隊類の新種について発表し、その半分は自ら発見した新種の植物であった。同年にザ・ファイトラジストにヨークシャーの戦隊類の一覧を発表した。1845年から1846年にかけてピルネーでの植物最終旅行を行った。1849年から アルフレッド・ラッセル・ウォレスやヘンリー・ウォルター・ベイツらのアマゾンの探検者の後を受けて14年間にわたってアマゾンやアンデスの探検、植物収集を行い3万種以上の植物を集めた。帰国後、アマゾンとペルー、エクアドルのアンデス山脈の仙体類を執筆した。1852年にアマゾン川流域のキントラ農家のる植物、 バニステリオプシスカーピについて記載した。これは、アマゾン西部の先住民族の高精申請の飲料、アヤワスカの主原料である。1860年の25番目の論文のオンザ、マウンテンズ・オブ・ロン・ラティン・ザ・イースタン・コルダレラ・オブ・ザ・クイトニア・ニ・アンデスは、アンデス山脈のエクアドルの領域の貴重な情報源となり、エドワード・ブルックスやジョージ・ディオットらのテアンガナテスの秘宝を探す。 探検家たちはこの論文を参考にした。1866年に王立地理学会のフェローに選ばれた。スプルースは植物の学名で命名者を示す場合にリチャード・スプルースを示すのに使われる。ありがとうございます。